はい、今日はですね、ハリネズミの砂についての動画です。で、ハリネズミ飼ってると、どの砂を使おうか迷ってる人、とても多いと思うんですけど、うちもそうだったんですけどね。今、僕が使っているのは、このレグサンドってやつを使っています。で、いろいろ試したことがあるんですよ。ハムスター用だとか、このテグ系とか、なんかいろんなパターンを使って、結局今はこれに落ち着きました。で、最近はですね、ハリネズミ用の、砂とかも、出たりして、僕も使ってみたいなとは思ってるんですけど、なかなかね、お店とかに置いてないんで、今、とりあえず、これを使っていて、500円ちょっとなんで、そんなに高いわけではなくて、1.5キロ入ってますね。でですね、そのまま使ってもいいんですけど、やっぱり一番砂選びで皆さん気になるのが、細かすぎる砂っていうのが混じってると、やっぱり遊んだ時に舞っちゃうんですよね。それが皆さん嫌だと思うんですけど、僕も嫌で、これ、ものすごく、うちのイムちゃんも気に入ってたんで、使ってるんですけど、その細かい砂の部分をですね、このザルメッシュで、今日こしてみようと思います。で、このザルメッシュ、なるべく細かいのにしてみて、100均なんですけど、ちょっとやってみます。うまくこせるかな。結構ね、このレグサンドって一粒が大きいんですよ。こんな感じで。で、その中に結構細かいのが入っているんで、暴れた時にちょっと舞うんですよね。じゃあ、振ってみます。おお。うまくこせているんでしょうか。じゃじゃん。お。ちょっとね、見てみないと。思ったよりね、大きいのも落ちたかもしれない、これ。これが今、ザルに通ったやつですね。結構細かいのも残ってます。はい。で、全然違うわ、触ったら。こっちが細かいのを除いた部分ですね。いや、これ結構違うな。要はこの細かいのを遊んだ時に吸い込んじゃってるんじゃないかっていう心配があったんですけど、これでこしちゃえば十分にレグサンド使えると思います。じゃあ、ちょっと地味ですが、全部こしたいと思います。はい。全部、こし終わりました。で、これ、わかりますかね？これ、見た目でまず、大きさ違うんですよね。ちょっと、手に取ってみますけど、もう触った感触でももう全然違うんですけど、わかりますかね、これ。こんな感じで、おっきめの粒に見えてても、これだけ細かい砂っていうのが混じってたりするんですよね。もともと
用途はデグジャン用なんで、それ用に作られた砂なんでね、ハリネズミにはこうやってこしてあげれば全然問題なく使えると思います。では実際にユミちゃんに使ってもらいましょう。はい、先ほどの砂をですね入れました。ユミちゃんに遊んでもらいましょう。ユミちゃん砂遊んでね、行ってこい。ユミちゃん砂が大好きなんで遊んでくれると思います。遊べへんやんかー。